人事や労務管理の専門家、社,社会保険労務士が、職場での悩みなどに応える無料の相談会が県内6カ所で開かれました。この相談会は、10月の社労,士社労士制度推進月間に合わせ、制度を広く知ってもらおうと、県社会保険労務士会が県内6カ所で一斉に開いたものです。 社会保険労務士は、長時間労働などの労働問題から、年金の相談業務、社会保険の手続き業務のサポートなどを扱う専門家です。前橋市内の会場には、相談者が次々と訪れ、パワハラや解雇などの雇用に関することから、年金の受給資格など、さまざまな相談が寄せられていました。県の社会保険労務士会によりますと、最近は、 社会保険や労使間の協定に関する相談も増えているほか、今年からは、創業支援に関する相談体制も整えたということです日頃、生活していたりとか、働いているときにです、ねまあ、疑問を持ったりとかです、ね、これちょっと違うんじゃないかなということがありましたら、ぜひあの群馬県社会保険労務士会の方にご相談いただけたらと思います。